日本ワイン .jp をご覧の皆さん、こんにちは。ピノス山崎有楽町店店長の羽賀と申します。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速ですが、ビノス山崎さんの口調を教えていただけますか？はい、そうですね、私たちビノス山崎は約30年ほど前から直輸入ワインというところに着目して、小さな農家のワイナリーさんに訪ねて、現地から直接ワインを輸入するということをやっておりまして、で今では都内含めて29店舗ですね、全国に展開をさせていただいております。そうなると、ビノス山崎さんだけでしか買えないワインというのが存在するということですか？そうですね、おっしゃる通りでございます。あ、面白いですね。そうですね、あとはカリフォルニアのナパバレーだったりとか、非常に今人気だったりとか、注目されている生産者と一緒にオリジナルのワインを開発して、でそれをビノス山崎でしか買えないという形でブランドを作って頑張っております。なるほど、ありがとうございます。売りはどういう感じなんでしょう？少しご紹介いただけますか？そうですね、はい。入り口入ってすぐのところがビノス山崎の蔵元直送ワインベストセレクションということで、当店で非常に人気のワインっていうのをこちら店頭一番分かりやすいところにご用意しているのと、あとはワインショップなんですけども、もともとが静岡発の酒屋ということもあって、こちらにあるように日本酒も種類を取り扱っているのが特徴ですかね。あとはやはりこの銀座有楽町エリアの中でもかなり大きなですね、はい、ワインセラーというかカーブといいますかがございますので、よかったらそちらの方も。ここ大きいですね。そうですね、大変立派なセラーですね。そうですね、こちらはどういうものが置かれてるんですか？先ほども少しお話ししたんですけども、今注目のカリフォルニアナパバレーの、いわゆるカルトワインというものだったりとか、あとは人気の直輸入のシャンパンだったりとか、そのあたりをメインにご用意をしていて、あとは中に入るとボルドーだったりとかブルゴーニュ、あとはイタリアなどの地域のものがご用意がございます。随分お値段なんかも拝見しますと、もう晴れの日の一本はここでっていう、そんなイメージですかね。そうですね、こちらのセラーに入っているものは、非常に価格帯的にもハイクラスなものが多いんですけども、通常の売り場にあるもの、直輸入のワインなんかは非常にコスパのある、はい、素晴らしい、こういう1万円するワインにも負けないワインもたくさんございますので、ぜひぜひいろいろと試していただければと思います。晴れの日のワインもこんなにたくさん選択肢があって、はい、ね、用途に応じて海外で楽しめるワインも豊富に選べて、はい、そうですね、そういう感じですね、はい、先ほどビノス山崎さんだけで購入できるオリジナルのワインのお話をされてましたが、そちらは具体的にどういったものになりますか？はい、ちょうどこちらの正面にございます柱周りにご用意しているワインが、そのワイナリーと一緒にオリジナルで作ってきたワインになるんですけども、特に一番人気なのがこちらのストーンヘッジワイナリーというカリフォルニアナパバレーのワイナリーに作っていただいたメリタージュというワインでございます。もう10年以上ですね、こちらのワインは赤ワイン部門だとずっと人気ナンバーワンのワインになっておりまして、カリフォルニアのナパバレーの美味しくてでも高くないやつが欲しいというお客様からの要望に応えて、蔵元と一緒に共同で作ったオリジナルのワインですね。なのでこれは現地でも売っていないワインになります。ここだけのワインですね。そうですね、日本ワインもあるんですね。そうなんです、ちょうどこの9月から日本ワイン .jp とコラボをして、今約80種類の銘柄をこちらでご用意させていただいております。日本ワインの魅力ってどういったところにあると思われます？そうですね、やはりお客様からも伺うのが、すごい女性の人気がすごく高くって、カリフォルニアのワインとかボルドーのワイン、力強くてやっぱり重たくって飲み疲れしちゃうっていう方なんかが、日本の国産の甲州だったりとかベリーエーといった、ちょっとこう軽やかで果実味のあるワインを求めていらっしゃいますね。そのあたりがすごい魅力なんだと思います。わかる気がします。たくさん
んのワインがある中で、加賀さんが日本ワインをご提案されるシチュエーションというのはどういった場面になりますか？そうですね、お客様が求めていらっしゃるのがやはりこうみんなで飲むイメージっていうところの中で、その一つとして例えば女子会でちょっと手土産で持っていくとか、はい、普段の料理が和食の場合とかに日本ワインをご紹介することがすごく多いですね。なるほど、合わせやすいものが多いので手土産にも最適ですね。そうですね、はい、邪魔をしない、料理の邪魔をしない華やかな、うん、はい、ちょっとした手土産にもいいと思います。他にはどういったご提案がありますか？例えば当店国産のチーズもすごくご用意があるんですけども、例えばこちら今ご用意しているのは北海道のチーズですね、はい、で国産チーズ今非常にいろんなところが作っているんですけども、これはラッケーシャという北海道の白ぬか町というところのものと、あとはこれはトカチのハオビというハードタイプのチーズでございますが、国産のチーズと一緒に、はい、例えば北海道の白ワインスパークリングと合わせたりとか、はいはい、北海道もすごい美味しいワインたくさんございますので、それは素敵な組み合わせですね、はい、本日はご覧いただきましてどうもありがとうございました。日野瀬山崎有楽町店は銀座有楽町エリアの中でも本当に広いワインショップとなっておりまして、あなたにぴったりのワインがきっと見つかると思います。ぜひご来店くださいませ。